猫っぽくなれるマスクを作っていきます。作り方とおそらくこの動画は称しているかと思うんですけども、前回のですねチャックのマスクと同じような感じで結構飛ばし気味にねやっていきたいと思います。で、型紙がね一応この2枚になるんですが、上下で分断して、で猫っぽい模様を表現するとともにですね、ちょっとカーブを上下で変えることによって立体を強調するような形にしています。で、この切り込みはですね、口だったり鼻だったりっていうの重要なパーツの位置をですね記したものになります。で、材料がこちらの白い綿の生地と、あと綿ローンのこのピンクの生地、それから顔の上側にこういったウールのですねストライプの生地を使っていきます。猫っぽい色のものっていうのがこれしかなかったので、これでやっていきます。縮み率とかねちょっと違いますけども、湯通しを済ませてありますんで、だいたい縮ませきれているかなと思います。で、このピンクのパーツはすでに粗立ちしていて、でこれはもうちゃんと形通りに切っています。で、白いパーツだけまだ切っていないので、これを今から切っていきます。で、顔の下側の下半分くらいっていうのは、罠にしますので、この状態 で端にこうこの部分ですね、かなり直線的になってますんで、ここを合わせます。で、ここをダーツで取っていきます。ちょっとこう生地が外側に余っている部分ですね、これをダーツにして塗っていきます。真っ白な生地はですね、意外と白いチョークがちゃんと乗りますんで白でやりますが、きなりとかねアイボリーみたいな色だと本当に見えないことありますからね。で、今回ここですね、こっちの内側の方を口の端っこにします。こっちで試作品を作ってみたら、ちょっと口が大きすぎてですね、不気味の谷を下り始めてるような感じのデザインになってしまったので、もうちょっとこうデフォルメを効かせるような感じで、ちょっと口は小さめにしています。で、ここに関しては出来上がりで書いています。で、ここもですね、ここも出来上がりですねで書いています。ただこことここの線で、それからこの線っていうのは全て立ち切りで書いてますので、もう線通りに切ってしまいます。で、この辺に関してはダーツでやるんですけども、白いパーツはここのこの切り抜きの部分が出来上がりになりますので、ここから7ミリくらい出ていればいいですから、この線通り切ってしまって大丈夫ということになります。なんでもこのパーツに関しても線通りね切って、このダーツのところだけこの折れ線の部分縫い代として残しておきます。はい、これで、顔の下側のパーツが切れました。今余ったこのパーツからですね、バイアスのパーツをですねちょっと切り出しておきます。で、これを割り布としてダーツの反対側にあてがって、でここをダーツをですね縫っていくんですが、その際にここが出来上がりになりますので、ここからそうですね、5ミリかそのくらい出たところから返し縫いで始まって、でダーツをこう縫って、でこの口のここですね、ここの真ん中あたりにこう糸が消えるような感じにスーッと縫ってですね、先端は結んで始末します。はい、縫ってきました。このように割り布とね一緒にダーツの先端っていうのを縫ってます。で、この後ろの方ですね、ちゃんと生地が余っている方っていうのは切り開いて、で割ります。よいしょ。この割り布がある側の方は横方向にもちょっと切り込みを入れて、でうまいこと割っていきます。水をつけまして、このピンクの生地もですね、ここにこうダーツを塗ったんですけども、ここに関してはですね、こうちょっと潰すような感じで割っていきます。こうやって開きましたら、
な感じに割ります。でこの顔の上側のパーツっていうのもね、この縫い代を割っておきます。はい、これでですね、表側のすべてのパーツに一応下準備が終わった状態になります。で今から合体させていくんですが、まずはですね、この白とピンクのパーツを合体させていきます。でやり方なんですけども、まずですね、この口に当たる部分にちょっと力陣を1枚据えて添えておきたいので、この面ローンとトモジのバイアスの生地っていうのをこんな感じに当てがった状態で、どちらも表側が上に来るような形で白のパーツにピンクのパーツを重ねます。で位置はね、型紙通りに合わせるとしかちょっと説明しようがないんですが、うまいことなるように重ねていきます。でその前にですね、この白いパーツのこの部分ですね、ここをちょっとこういうふうにひっくり返しておきたいと。でその際に縫い代をちょっと伸ばさなきゃいけないんですね。で伸ばすのもそうなんですが、今は縫い代ちょっと多めに取ってますので切っておきます。まあ7ミリ弱ぐらいの感じで、でここをひっくり返すためにちょっと縫い代を伸ばします。切り込みをね、入れるっていう手段もありますが、あれはどちらかっていうと、そのアイロン工程があまり挟めない既製服的なね、考え方ですんで、手作りする場合っていうのは、まあ、こういう伸ばしアイロンとかを使うとより頑丈で綺麗な始末ができます。でこう縫い代を伸ばしたことによって、うまいことこうインカーブの曲線に対して縫い代が折り込めます。でこの設計図であるですね、型紙と照らし合わせながらちょっと微調整をしてこう整えておきます。はい、今はですね、この白い生地とピンクの生地を重ねて、で口の形に結構がっちりですね、しつけで固定してきました。で今から何をするかって言いますと、この口に沿って縫っていくんですけども、その際にですね、だいたいこの辺から始めてですね、ちょっとズームしますね。だいたいこのどちらかの開き止まりのところからちょっと入ったぐらいのところから始めて、でこの赤い線の 2.5 ミリくらい外側を縫っていきます。で下唇側はこう緩やかな山を描いて、で 2.5 センチくらいの距離をキープしつつですね、ここまで縫って、で反対側の開き止まりのところまでの近くまで来ましたら、まあ、そこから開き止まりのところから5ミリくらい内側に入ったところで1回止めて、でそこを底辺に三角を描くような感じで、こう開き止まりのところを頂点にして斜めに糸を入れます。でこっち側はまた同じように 2.5 ミリくらいの距離を保ちつつこう縫っていって、で、上側はですね、結構急な山を描いて、で真ん中まで来たらこうクイックターンといいますか、キュッと返して、で下がっていって、またこう 2.5 ミリくらいの距離を保ちつつ、端まで来たらこっちでやったのと同じように三角を描いて、で最後の最初のところまで戻ります。で最初は返し縫いせずに始めて、で最後に返し縫いを同じところに糸が乗るようにしてしたら、終わりです。でそこまでね、今やってきます。はい、今はですね、ミシンで縫ってきました。で先ほどちょっと触れ忘れておりましたが、ミシン目はかなり細かくしています。一目 1.5 ミリとかそのくらいの感じですね。今からこのミシン目のですね、真ん中といいますか、こう上下の線の真ん中をめがけてハサミを入れていきます。で端のところは本当に端のギリギリのところくらいまでハサミをもう入れてしまいます。ギリギリといっても一目くらい前で止めるような感じで、で反対側もね、やります。でそうしましたら、この下側っていうのはちょっとこう細めになるように白を整えてですね、
下側の真ん中ですね、ちょっとこう整えて、で上側もある程度は整えるんですが、ある程度整えましたら、このダーツのところは避けるような感じで、ちょっと切り込みをね、縦方向に何箇所か入れておきます。これで綺麗に変えるはずですんで、2箇所くらいで、とりあえずこれで様子を見て、うまくいかないようでしたら、ちょっとアドリブでもう少し切り込みを入れるなりしてひっくり返していきます。で、力陣ですね、これに関してはもっと小さくしてしまっていいので、周り5から7ミリくらい残して切ってしまいます。はい、力陣もね、整えて今こんな感じになってます。で、これをですね、ひっくり返していきます。で、下唇側はある程度このピンクが出るような感じで、表地を控える感覚でしつけで止めていって、で、上側は毛抜き合わせみたいな感じで、こうピンクと白がちょうどこうつらい位置って言えばいいんですかね、になるような感じでしつけで止めて形を出していきます。はい、ちょっと散らかってますが、先ほど言った作業をしてですね、でさらにこの辺もちゃんと止めてきました。で、今からこの下唇のところにですね、ステッチを手で入れて、でここも止めつけていきます。こんな感じになってるんですけど、しつけでね、ちょっとごちゃごちゃしていますが、ここに手ステッチを入れて、でここにも入れていって、で最終的にこれとね、合体させます。で裏地をつけて完成という感じですね。で、説明せずにやったこととしては、ここをぐるっと一周しつけで止めてですね、で余分なピンクの生地もカットしてきました。裏はこんな感じにね、今なってます。はい、こんな感じにね、ハンドステッチを入れてきました。まあちょっとプレスしていないんでしわくちゃですが、最終的にね、もう少しビシッとさせますんで、この鼻の周りもね、こんな感じに手による星止めが入っています。あのミシンステッチよりも多分毛穴っぽく見えると思いますんで、いいんじゃないかなと思います。ではここまで来ましたらですね、これか、このパーツと中表にして縫っていきます。ここですね、ここをこう合わせて、でひっくり返して表側は完成ですね。でここをアウトカーブ対インカーブを合わせながら縫うことになりますので、結構気をつけながら縫わないと変な風になっちゃうんですけども、ここはね、本当に気をつけながらやっていきます。ではね、その作業ね、今からやっていきます。はい、日がね、変わっていたりするんですが、こんな感じにですね、中表で縫って、で、ウール側を肩こかしにして押さえのステッチをしてきました。ほとんど見えないんですけども、一応星止めがされています。で、中表に縫うところはですね、最初ミシンでやろうと思っていたんですが、途中まで縫ってみて、あ、これ結構ミシンで最後までやるのめんどくさいなと思ったので、手縫いでやってしまいました。この辺がね、本当に縫いぐるみかのごとく縫いぐるみよろしく立体になってますんで、まあ、ちょっとここは手縫いの方が楽だなと思ったので、ミシン一回途中までやったのほどいてで全部手縫いでやってきました。で、上の方の縫い目っていうのは星止めの裏側ですね。で表から見るとこんな感じになってます。で裏地もですね、同じような縫い方で作ってあります。これはですね、あの斑点を作った生地のハマりなんですけども、口に当たる部分っていうのはこの裏側が出ますんで無地になってますから、まあ柄はそんなに関係ないかなっていうことで、ちょうどいい色味のものっていうのがこれしか手元になかったので、これを使ってます。で、こっちはですね、ミシンでちゃんと縫って、で割り仕様にしてます。押さえのね、割りミシンもしてありますんで頑丈に、ね、なってます。花周りはね、やっぱり立体が強いですから、この辺はちょっと難しいんですけども、まあ、頑張ればできるっていうことですね。で口のあたりはですね、このようにプリーツが畳まれておりますので、こう口が
口を開くこと、開閉ができるようになっています。加えてですね、このようなフラップをね、またお口にチャックができるマスクと同じような感じで作ってきました。裏に白いこのね生地を使って、でこう周りは星で留めてあります。で斜めのボタン穴がついて、これがこんな感じにねつくことによって模様を表現するとともにゴムを通す輪っかになります。で今からですね、この位置っていうのを確定させたら、この裏地と中表にして、こうですね、こういう風にして、で周りをぐるっと一周縫って、で口のところから多分ひっくり返せると思いますんで、で完成と、まだ完成じゃないかな、ちょっと仕上げをして完成ということになります。はい、いろいろすっ飛ばしてですね、このようにですね、中にフラップも閉じ込めて、でぐるっと一周縫ってきました。こっち側から見るとね、なんか他の動物のようにも見えますが、今からですね、この口から返していきます。で今から例のごとくですね、アイロンでちょっと形を整えたら、端の部分にステッチを入れて、でさらにですね、上唇ここにちょっとステッチを入れてですね、裏側ともう留めつけちゃいます。であとはステッチする部分はないかな、なさそうですね。それで完成になります。あとボタンか、ボタンをつけて完成になります。なので、またねそこまでちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、このようにいろいろと仕上げてきました。上唇のところにステッチを入れて、で裏とね留めつけています。裏から見ると若干不自然かもしれませんが、まあまあ裏なんでね、いいでしょうということです。で、押さえのステッチに関しては、白い部分は白い糸で、茶色っぽい部分は茶色の糸でやってみます。裏から見ると丸見えですけども、こっちから見ると目立たないようになっています。で、パッカリング、いわゆる切りつきっていうやつが結構強く出てしまっておりますので、ここは縫い方でもある程度は解消できるんですけども、ちょっと素材選びをミスしたかなというふうに考えております。もうちょっとアイロンでの馴染みがいい素材を選んでもよかったかなと思います。で、このストッキングの輪切りですね、前回に引き続き、お口チャックマスクのものと同じものです。ちょっと流用しています。これをこのフラップのところにかけて、ボタンをね閉じることで完成となります。はい、こんな感じになります。でこのカーブがですね、ちょうどこう猫の顔の輪郭をうまく表現できているのではないかなと思います。こんな感じですね。でこの裏地に関してもちゃんと控えてますんで、表から見た時は赤が口の部分しか見えていないっていう風になっています。でプリーツも畳んでありますので、口もある程度こう開いたりねすることができます。で他にギミックというギミックはないんですけども、動画のね途中でも触れましたが、この唇の部分がちゃんとピンクになっているのと、そのパーツとこの鼻のパーツがね一緒っていうのはちょっと面白い仕組みなのではないかなと思います。で鼻の部分に関してはですね、当初ここをこういうふうに潰して、で真ん中を何かしらの方法で留める予定だったんですけども、その方がこう鼻の形的にはねリアルになるんですが、ちょっと綺麗にやるのが難しそうなので、今回それは見送ることにしました。このローンの生地をもう少し硬い生地にすれば、そういうこともできるかなと思います。お気づきの方もこれいらっしゃるかと思うんですけども、口の部分っていうのに切り抜きがあって、でここ完全に裏地1枚状態になってますので、マスクの性能としてはもうほぼ無に等しいというか防御力2くらいのマスクかと思いますが、まあコスプレみたいなね用途では使えるんじゃないかなと思います。なので、まあ、猫好きの方ですとか、猫の衣装今後ね着る予定のある方ですとか、真似してねぜひ作ってみてください。結構手間はかかりますが、まあフェルトとかにこう逃げずにちゃんと切り込みで口を表現してとかいうのは、なかなかねこう芸術性に富んだものかと思いますので、チャレンジしてみていただけたらなと思います。ちなみにね、私はどちらかといえば犬派です。